チュプリどう使ってる？いろんな使い方があるよ。私はスマートにチュプリル。気になる地元ニュースやスポーツ情報、勝利の女神、そして大好きなドラマ情報などいち早くゲットするためにチュプリってます。私はキュートにチュプリル。休みの日のイベントを調べたり、ラーメン散歩を見てお店を決めたりするときにチュプリってます。お得なクーポンもあるよね。あ、視聴者プレゼントもありますよ。さあ一緒にチュプリましょう。楽しかったです。とにかくセイナさんがキレッキレでかっこよかった。いやいや、あの第1弾の可愛さをいやいや、ちょっとすごいプレッシャーだったんですけど、ご覧の通り新たな橋本が見られると思うのでそう、もうずっとキュンキュンしてました。私ときめいてた、かっこよくて。つなぎは一緒なんですけど、なんかデザインが違ってなんかかっこよくて、セイナさんすごい似合ってらっしゃいました。最初見た時、ね、来たことない形だからどうしようと思ったけど、ね、思いましたけど似合ってらっしゃる。私はラーメン散歩を見ながら、今日ラーメン食べたいなっていう時にすごく参考にしてます。わかります。私はあと日々のニュースとか天気、あとドラマを見たりとかもしてる。全部欠かさず見てらっしゃいますもんね。見てます、うん。ぜひ皆さんチュプリってください。チュプリってください。 CM をお楽しみに。